first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Chosen, what will you become?皆さんこんばんは、ジヒロでございます。今日もコナンエグザイルズ続きの方をやっていきましょう。はい、後ろをご覧くださいね、あの前回砂岩で作ったちょっとちっちゃな小屋あると思うんですけど、まああれが元だね。まあね、まあランクも30を超えまして、ちょっとね作れるもんがだいぶ増えましたと、まあ、いうのもあったんで、ちょっとね裏でね、しっかりと拠点を作りましたうんまあね、このなんだろう、オフラインの、まあ、ノーマルモード、うん、まあ多分これがこのエグザイルズのまあ標準だと思うんですけども、オンラインとやっぱ比べるとね、あの素材の獲得量がもうだいぶ違くて、もう建物の建築がはかどるはかどる、うん、なのでね、うん、ちょっと、まあ、そんなに頑張ってないんです、実はあんまりやってないんですけど、ちょっと私のね、なんかちょっとなんだろう、集中モードに入ったらこんな感じになっちゃってました、うん、じゃあちょっとね、あのご紹介してからちょっと今日の冒険に出かけようと思ってますので、まずは行きましょう。まずはね、あのカサンドラの、これはあの拠点でうろちょろするときは別になんかね、いいだろうと、誰が見てるわけでもねえんだからと見てんな、もうロックノーズぐらいだと、なのでもうこの暑さ、暑い気候にね適した服を着ておけばいいということです。でこれが門構えですね。一応ね、あの今後、まあ、モンスターの粛清とかがあったりしたときに、まあね、これね、あのちょっとぐるっと下を回ってみますけれどもまあ下回るとも限界があるんだけど、あのね、この拠点に上がるためのすべてね、あそこのあの門のあたりの坂ぐらいしかないわけ。他はもう人間がよじ登るみたいなことしないと上に上がれる感じじゃないんですよ、ここ、うん、いやこれあのね、ちょっと作ってたらそれに気づいて、ここすげえなってなったんですよね。あの鉄が取れるっていうのもまずありますし、あとまあ石が取れるね、まあご覧の通り石なんてまあどこでも取れるんですけど、結構これ大事で、うん、石がね周りにたくさんある。でもちろんこれサボテンとかあるから、ね、私の好きな赤い染料なんかには困らない、うん、あと木材も全然あります、ちゃんとね木もちゃんと立ってるんで、そこから木材も取られると、取られる得られるね、うん、でまあこう下にね、あの蛮族の拠点あるんだけど、これこの近くでね、あのリスポーンすると多分拠点に人が湧かない、だから一回離れて
再読み込みここをされないと、ここにね、村人っつうか、ダルファル人か、ダルファル人の野蛮人たちがね、ここにまあ生まれてこないっていうのがあるんで、まあ、それはちょっと、もったいない気もしましたけども、まあご覧の通り、あそこの境以外も断崖絶壁なんですよ。なので粛清が始まった時に攻めてくる場所ってあそこしかないわけだから、そこを固めとけばね、まあ自分の拠点が壊されるみたいなことはまあないっていうこと。それに気づいた時、ここはもう自然の要塞だったんだと気づかされまして、もうここにね、本拠点を置くと決めました。まあ、ちょっと移動的にね、もうちょっと北の方に作りたかったっていうのはあるんですけども、まあここの良さといったらもうちょっと飛び抜けてると。これね、あれだよね、オンラインでもここにさ一回来たけどさ、でかい拠点ここ建てたよね、そういえばね。うん、だからね、やっぱりここいいんだと、ここいいんですわだからね、もうここに仮拠点ではなく本拠点を置くと決めました。というわけで、じゃあ中入ってみましょう。ここだから、ここにね、弓兵なんかをまあ今後立たせてね、何人か立たせておけばここからの攻撃はある程度しのげるだろうと。はい、じゃあ入ってきましたよ。でね、ちょいちょいまあね、上り杖こうやって引っかかるような段差があるんで、まあ階段とかね、板というか土台で整地しながら、まあ、生活しやすく、あんまりジャンプとかよじ登りとかでもこの敷地内でねするっていうのもなんかおかしいんで、やっぱまあ住みやすくしていこうと、ね、ここ井戸がある、井戸があるって、これ井戸作ってね、ここでもだから水辺ももうこの辺りはまあ結構豊富なんですよ。川まで降りれば、ね、水汲めんだと、あそこまで行けばね、まあ、なんですけど、まあ飲み水ぐらいをここで確保したいから、まあ、井戸を作ってね、ここでまあ喉渇いたら水飲むとかね、水の補充ここでするとか、あと錬金使うときにね、錬金台使うときに水入りのガラスのフラスコとかね、水入れるのここで水入れたりとか、まあ何かとね近くなると便利なんで、うん、あそこに井戸を作りましたとね、邪魔にならないと思う。でね、前回は、ね、この丸い、ね、この部分の建物しかなかったと思うんだけど、これまあ丸々作り変えて、砂岩から木材に変えたと、うん、まあ、もちろん強度も上がれば、ちょっとした文明的にもまあ上がったと、ランクがいい感じでしょ。で、ちょっとね、今後生活していく中でやっぱりここ本拠点とするからにはまあそれなりのスペースがいるだろうということで、まあ、2階建てにしたと、ね、1階はなんかクラフト施設にして、まあ、2階が、まあ、ベッドとか、あと着替えとかをこうやってね、マネキンにつけて、これなんだっけ、これはね、多分だけど、これ奴隷たちの衣装着せ替え台みたいな感じかな、多分ね。まだ英は和訳してないんで、これが何なのかと分かんないですけど、一応実装されてたんで実装されてたっていうか、モッドで追加されてたんで、まあ、入れときましたよという感じで、まあここはね、台所関係、ここに食材入れて、食器棚ね、でここで物絞ってオイル作って、でここ焚き火は上に、かまどの上にちょこんと乗せてあるんで、普通に肉焼くときはこの焚き火使って、なんか料理するときは、ね、こっちのかまどで料理するという感じにしてあります。でこれは拷問具先ほど対まあ今日実はね、一人じゃちょっと寂しくなってきたっていうのがあるんでまあオフラインですしね、オンラインの仲間もいないわけなんで、まあちょっとやっぱりね、まあ NPC とはいえ仲間が欲しいなと、今日はね、ちょっとまあ奴隷という枠組みにしたくないんですよ。まあ仲間たちを、うん、
説得しに行くというふうにしたいんで、うん、まあそのために今日これらね置いておきましたと。でまあ中行けばここには職人っていうで家事代でちょっとしたね宝箱に、まあ、物を収納すると。で木工作業台で木材を生成して、でこっちのね鎧作業台、うん、でまあ鎧作ったりとかして、うん、まあそんな感じですね。で、あ外に、うん、顔のなめし台とかある。でまあちょっと見晴らしのいいテラスなんか作ってみたりして、ねありますね。苦難のはあそこに今日は仲間を連れてくという風にしようかと思っております。でね、こちらにある返答の建物、これはまああんまりまだ中に何も入れて、まあこのねあの錬金台しか入れてないところ、まあここはまあ錬金術というか薬を作るスペースに1階はしようと。で2階はもう完全に倉庫にしようと。まあ、今後ねアイテムとか多分たくさん増えてくるんで、まあ、ここに箱をね、まあ、たくさん並べといて、まあ、仕分けしておくということでね、まあなんだろう、アイテムをたくさんストックできたりとか、ね、あと取り出しやすくしたりとか、まあ、この塔でやろうと。でもう一段上がると、まあ、屋上に上がるんで、まあ、ここはね日差しもいいですし、ここでね農作業なんかしてみようかなと。まあだから鉢植えなんかをここに並べて、うん、まあその下に、その下にじゃない、鉢植え並べて、そこでまあ農業を、まあ、営んでいくという感じにしようかなと思っております。でもう1個じゃない、もう2個3個ぐらいで、まあここをねね崖伝い足場を作って上に上がるようにしてあると思うんですけど、実はねまあそこのね広場でも全然鉄とか取れるんですけどね、先とかもうここからでも見えますね、鉄の鉱石がたくさんあるのは。まあそこを行ってもいいんだけど、まあなんだろう、六の図が多すぎると。まあなので、まあ上にもいるんだけどね、これね。まあちょっと効率いいと。ね、鉄がもう密集してあるところを見つけまして。こうやってね、足場を。足場っていうのはね、例えば崖ね、この壁に土台的なものがついてれば、そこが、まあ、基礎の足場になってくれるか、そっから3ブロックかな、3ブロック先、3ブロックか4ブロック先までは宙に行く感じで、まあ、まあ物をつなげていける。でその先にもう一個ね基礎土台っていうものをつなげてってっていうのを繰り返していくと、まあ上までねこんな感じで階段をつなげることができる。だからああやってね柱で下までバーンと下ろしてね、崖にぶつかるところにその柱を、まあ、当ててやるとね、この柱がねつながってるこの三角の板が、まあ、基礎土台となってくれるんで、ここからね3ブロック上まで、まあ、自由につなげられると、まあ、いう感じの、まあ、どんどんつなげていけばこんな感じですという感じで、こんな感じでどんどん上に上がってね、前回ね、ここをね、頑張ってよじ登ったんですけれども、あんな苦労を毎回するの大変だなと思ったんで、こうやって足場を作ったわけですよ。で、上がりきると。見てください。ここに灰色の線量があります。で、ここ上上がっても、ここよじ、まあ、ここにも階段いずれ作ろうかなと思って、ここにね、ほら、ご覧の通り、鉄鉱石が。まあ、たくさんあるんです。まあ、ロックノーズが1匹2匹いますけども、ここには。ちょっとやりましょうか。あ、
矢がない。よし、来い。で、レベル30上がりましたんで、鋼製品が作れるようになったんです。今、鋼の剣を、まあ、装備して。よいしょ。よいしょ。あれ？あ、出してくれた。どうしたら動かなくなって。まあ、ご覧の通り、倒しやすくなった。で、カワハギ、鋼のカワハギね。うん、いいね、20個取れるようになった1回で。これ、効率上げてますんで。うん、強化素材みたいのがあって、それをまあ、使うと、こんな感じで、ね、まあ、紫色になってると思うんですけども。武器とか道具をね、強化することでできる。まあ、道具であれば効率上げたりとか、重量をね、削るとこ削って重量下げたりとか、あと耐久性上げたりとか。まあそうやって強化するとまあちょっと便利になるよと。まあ武器であればちょっと強化してダメージが上がるという形。どこにいた？入ってきた。ほいほい。うんー、よいしょ。当たっちゃった。ああ、4発目ダメだな。とどめ刺されない。何もくれない。あとは全部出しちゃおうか。4匹かな、ここは。ずつ来てくれないかな。いいよ。はい、たい。ロックなしで当たらんか、やっぱり。痛い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 。待って、スタミナ回復する。待ってくれ。よいしょー。すごい。アクロバティックな死に方した。クリスタルをくれよ。くれないんだね。優しくない。うん。と、まぁ、こんな感じで4匹ぐらいパーってやれば、ここにある鉄全部持って帰りますと。いや、いいですね。まあ、下いるな、あそこにも。で、まあ、こんな感じでね、鉄がもう、とんでもねえ数もらえっと。ちょっと待ってね。余計なもん捨てちゃおう。余計なもん持ってねえな。あー、取りすぎた。こんなちょっとやっただけでこんだけ取れるってすごくね。うんと、まあこんな感じでここで鉄を取ったら、ね、階段でバッと降りて、よいしょ。で、まあ、このまま下に降りていくわけだ。ここもこうやって階段でね、移動しやすくしてあるわけです。で、下にまあ炉がね5つ並んでるんで、ここに、2個ずつぐらいかな、この感じだと。
あ、石は捨ててきちゃったか。まあこんな感じで、ね、鉄が、ここの鉄はね、あの鋼にしようと思ってるんで、あの持ち帰らない。こっちでできてる鉄とかレンガだけを持って帰る。ちょっといっぱいになっちゃう。まあ頑張っていこうか。まあこんな感じでね。1,2,3,4,5,6,7,710個ぐらい。あ、ガラスは。OK。で、ここにはね、取ってきた木材の余りなんかを入れとけば、ね、ご覧の通り、ね、薪と樹脂っていうのものが作れるの。まあ、樹脂ができるとどうなるかというと、このね、木材の、建材のね、まあ、材料となる、なんだっけ、断熱木材か。を作るのに、まあ、使います。で、断熱木材の材料っていうのは、ね、この今ね説明した断熱木材と鉄の金具だっけ、鉄の補強材だ、まあ、これどっちかっていうと鉄の補強材の方がたくさん使うんで、まあ、鉄をどんどん、ね、ご覧の通り今423個作ろうとしてますけれども、まあ、どんどん補強材作っていくと。こんな感じでね、鉄をどんどん入れて、もっと追加で、でこれで、782個今から作ると、まあ、そんなことをやってるとあれだけの、建材で建物を、まあ、簡単にパッとね、ご覧の通り薪もできても、あと樹脂を持ってこないとダメだったか。そうだね、もう断熱木材の方が足りなくなってきちゃってますね。ああ、まだでも結構あるな。でもこっちの箱にはこういう建材とかね、材料なんかをまあ結構乱雑に で入れちゃってると。うん、種、皮はいる、皮とか紐がいるね。木材欲しいな、ちょっと。はい。で、松明修理する。よし、それで、鉄のコンボをちょっと持ってきますよ、これを入れて、これかな、武器鈍化部品、鉄10個か、そうか、そうか、ちょっと取り消してこれ先作ってからの補強材できたら、これをボンボンにつけてやると、これだからちょっと打ちのめすパワーがアップしたコンボができるとね。あ、生川の縄の方がいいのか。あ、いいのか、別に。あった、取り消し持ってた。でこれでね、気絶した仲間たちをまあ連れて戻ってくるまあちょっと面白いことになるんですけど、じゃあね、今日はそんな感じで、まあ、村人
1号まあ1号と言わずね、まあできればね何人も、まあ、連れてきたいということです。というわけでじゃあ行きましょうか。食べ物持ってる、飲料は補充してやる。あ、そうだ、それで矢を持っていかなきゃいけない。それでね、あのこのね毒の矢っていうのがあるんですけども、毒の矢今日は使わないんだけど、毒の矢ってなんだと、まあダメージ1しか与えられないんだけども、あの瀬戸の祭壇作ってあるんですけど、あの瀬戸の祭壇を作るために、まあね瀬戸教の、まあ、ことを学ばなきゃならないと、まあ、いうことで、ね、こうちょっと待って、今地図出しますよ。どこだったかな、ここかね、メクカモラスの塔、カモセスか。でここにねメクカモセスってやつがいます。No closer, exile, lest I blast your feeble skin from your bones. I am Mechamosis of the Black Ring. In another place and time, I would command your obeisance. But for now, I would speak of matters that are of mutual interest. You have the look of the lost, stranger. Abandoned, exiled, and adrift in purpose. Fool.You need to forge a purpose for yourself in this place. These bracelets we wear sap at our will, suppress our true powers. They are designed to make us meek and pliable. Do not allow your thoughts to be trapped. Resist it. Return when you have something of value.でその人に話しかけると、まあ、瀬戸教団のことをちょっと教えてもらえると。こうまだ神話ある、ね。まあ、そうするとね、あの瀬戸の、こうやって祭壇を立てることができるようになるんで、まあ、瀬戸の祭壇を、まあ、作って頑張って、まあ、作って2段階目ぐらいにすると、ご覧の通りここでね毒の矢っていうものが作れる。毒の矢に必要なのはこの信仰の 根源か。これを、まあ、作り出すのにはこのね隣の瀬戸の解毒薬、解毒剤か、まあ、人の心臓って書いてあると思うんですけども、まあ、あの NPC を倒した時にこの瀬戸のね祭儀刀ってやつで、まあ、ちょっとブスってやると、まあ、心臓を取り出せると。その心臓でこのね瀬戸の解毒剤を作るとこの信仰の根源というのが1個、まあ、この墓所に、瀬戸の墓所に、まあ、現れるんで、それと、このね木の枝っていうものを合成して作ると、まあ、毒の矢っていうものが10本、まあ、できるんだけど、この毒の矢がね実は優秀で、あの蓄積ダメージ、だからドットダメージを、まあ、10段階まで、で1回の射撃で、まあ、10段階まで上げることができる。だから1回打つごとに1段階上がっていく。だ10本当てることで、まあ、10段階のドットダメージが与えられると、まあ、いうことなんですよ。でそれをね使っていけば、実はちょっとあの安全なとこからチクチクやれば、まあ、ワールドボスっていうものがいるんですけどね、この世界は。まあ普段っていうかもう通常であれば、まあ、ランク30のカサンドラなんかはとても太刀打ちできる相手じゃないんですけども、まあちょっと動画に撮ってあるんで、今その模様を多分
まあね、画面でご覧いただいてると思うんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、倒すことができるわけですよ。で、まあ、なんでそんなことを別に今しなくてもいいと言われればそうなんですけど、あの倒すと、ね、そういうね、ワールドボス、ランクの高いワールドボスを倒すと、実は鍵っていうものが手に入ります。で、その鍵をね、今のうちから結構集めておきたい。まあ、なぜかっていうと、まあ、ランク60だったかな、60のレベルキャップになった時に、あのね、このワールドボスの近くにね、まあ、宝箱が、まあ、大体あるんですけども、その宝箱からね、あの伝説の武器っていうものが手に入るんですよ。で、その伝説の武器を手に入るためには、その、ね、宝箱を開ける鍵っていうものが必要で、でその鍵のストックを今のうちからね、まあ、集めれるんだったら集めとこうということで、まあ今のうちから応答、まあ、蛇の矢っていうものを、まあ、こしらえることをできるようにしとこうと。まあ戦わないにしても毒の矢をたくさん作っておけば後々楽だと、まあ、いうのもありますんで、まあそんなね、まあいずれ伝説の武器を、まあ、たくさんね、まあ、ガチャガチャすると、まあ何が出てくるかわからないんで、まあ欲しい、まあだから弓ですよ、伝説の武器の弓とかね、まあ基本的にはまあ剣と盾で戦ったりもするんで、まあそのあたりの伝説の武器が欲しいなってことで、まあ今のうちから鍵を貯めていると。これはでも連れて帰るの大変だろうな。一応考えとしては、あのね、ここに橋というか足場作ってから始めないと、うん、連れて帰れないよね。まず、あの縄っていうのはね、泳いでる状態では持ってられないんで、まあ、こういうね、あの歩行状態でなくてはね、連れていけないんですよ。まあ、なので歩いて川を渡るための回し場が必ず必要だということで、まあ、まずはそれを作ってから捕らえるってことだね。よっ、さてと、じゃあこっから足場作りから始めよう。まずは、よし、橋完成ですよ。ちょっと、まあどんな感じになったかと、こんな感じね。あのね、ただね、こうバーってあのライン引いちゃえばよかったんだけど、あの全部それ壊していくのめんどくさいなと思ったら、ちょっとちゃんとしたものを作っときゃいいか思ったんで、こんな感じにしました。さて、ここだと思うんだけど、俺なんならこんなとこだったかなっていうのがあるんだけど、これもしかしたらここ大丈夫なんじゃない。大丈夫だな。横を通り過ぎてて向こう側を、ここからファーンって行ってるわ。ただこのなんか黒いピョン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 って飛んでるでしょ、この先から向かってこないとおかしいよ。オッケー、安全だ。ほら、いる、あいつが強えんだよ、あいつが強えんだよ。お、刃のテッサ、よいしょ。まずは彼女を
の戦いやすい場所に動きますよ。いや両手武器だな。よし刃のテスター行くぞ。あ、ちゃんと減る、ちゃんと減る。これは長期戦になるぞ。痛え、強えな。さすが刃のテスター。カウンター入れてくんな。いや昼間ね、いたいた。いて、いや2発目入らん。いやーもらったかい。いやーダメだダメだ、危ねえ。2発目以上はもう結構な致死なダメージだ。もらうと不随かなんかで足が遅くなる。いやもう安全に行こう。2発目来ないの確認してから一発当てて上がる。よしこれだな。おー取る。あーそうだよねそうだよ、2発目来ちゃうんだ早く。いやいや怖い。こっからだこっから。すげえすげえなテスさん。ここだろう。あうう、そうでしょ。いやーここだ。ジャクは違う。よーし切り返してきた。やばい、ダメ、違う、剣じゃない、剣じゃないんだ。あー体力回復するスキルで、いややっぱでもここでね、なんとかしないとやっぱり。いってや、トノ君か。半分近くまで来たもん。いや、違う、そっちじゃない、トノ君だ。蹴りはでもそんなやっぱ痛くないね。やっぱり石の体験でぶん殴られた時が一番痛い。
ダメか。ジャクモが隙が。あ、届く。うずいもらっちゃった。いやー、ポイント覚えてない。いやー、当たったろ。2発目当たったろ今。よし、2発目まで当たるようになったぞ。いやー、当たってないな。ちょっとチキったわ。もうちょっと踏み込んでいけばいい。よし、またよいしょ。いやー、もらったー。いやー、余計な回避しちゃった。いや、ここまずい。よぶりーん。届くよね、そら。よし、あー、ダメだ。ちょっと読み間違うとこれだな。いや、避ける場所間違った。もうそろそろ行くだ。カムちゃん来てるでしょ、今朝。いい、届く。あっ、なんだそれ。そんなのするようになってきたか。で、寝具作っていくの忘れたな、俺。ちょっと待ってね。ちょっと走ろう。ここだ。いやー、そっちに避けちゃダメなんだな、きっと。返した惨劇みやべえな。あなただっか。よし。いい戦士だ。必ず連れて帰る。さて、どうやって連れて帰るの？また橋作んなきゃなんないんだっけ？ここに作ろう、ここに作ろう。でさ、そこで待っててくれ。こいつを追い払わなきゃならない。いや、スタミナがない。諦めてくれ、カメちゃん。
こっちに。やめろもう。諦めろ。テスはここにいる。石取ってこなきゃ。水中にあるかな。よし、これでいいだろう。よし、テッサ帰ろう。で、作った橋を使うと。あの橋もちょっといずれしっかりさせよう。テッサともう一人いたはずなんだよね。なんだっけな、一撃必殺のクルスだったかな。テスターの動きを止めてから離すで修理。ん、川は足りない。川持ってきてなかった？あれ来ちゃった。お父さん、お父さんが来ちゃった。これ鱗だったか。ちゃんと大丈夫。あ、でも皮なます、舐めせない。これ生皮じゃこれまずいな。テッサを連れて帰れないかもしれない。とりあえず行けるとこまで行こう。こんなダルファルの本拠地の前でテッサを置いていくわけにいかない。とかならんか。これはもう風前の灯しみだな。あの塔の先だな。もうまずいか。テスラがおかしなことになる前に。よし、ちょっと待っててくれ。よし、すぐにロープ直して、ま、戻ってくるから。全部持ってる、持ってる。もう急いでんのに。あった。無事でいてくれよ。ってさ、なあ、消えちゃってる。消えちゃってる。いや、これはもう俺のミス。
もう一回、もう一回テスさんに会いに。もうあの子を連れて帰れないともう納得いかない。あれ別のやつになった。強靭シリアになっちゃった。やばいな、やり相手が。よし来い。好きね、好きがない、好きがないよ。ちょっと待って、そう痛い。やべえ、やばい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 、くっ。あいつ水の中来んのか。いやー、どうしたらいい。どうしたらいいんだこいつ。肉弾戦か。やられると縦弾かれるのか。これが成功法だったかもしかして。
は通うことになりそうだな。大丈夫そうじゃねえな。ごめんな。いやー、テッサー連れて帰りたかったな。さすがにあれだけの死闘を繰り広げたらね、やっぱりちょっと感じるもんがありますよ、テッサーに。もちろんね、シリアも強いからいいんだけど、なんだったら強さ的には多分隙のないシリアの方が強いから、成功法を見つけてしまったがゆえにね、簡単に勝ったけど多分戦闘で頼りになるのシリアも。ギャリ使い強いんだよね。間に合うじゃん全然。よし、お前も来い。そう、入れないんです。モブは入れないんです。よし、敵を苦難の輪にかける。完成で、食事を。え、こんなんで5時間もやってくれんの。ありがてえな。でね、ここにね、あの魚介類まとるカゴを仕掛けてあります。いいね。こんなもんね、独り身ですから重ね。ただもうあれだね、あのまあ、仲間もこれからどんどん増えるし、食べ物もちょっと考えて作っていかなきゃ。自分の分だけじゃなくて、ね、来いってこれ、おいで。遠慮するなぁ。で、私の場合ここで甲殻類は焼きます。で、魚は全部ここで油にしちゃう、ね、これかかんだろう。まあ長いよね。
どれぐらいかかりますみたいな、おおよその予定時間みたいなのあるんだけど、よし、じゃあ今日はこれぐらいにしますか。いや意外と戦闘がね、長引いたっていうかなかなかの死闘だったんで、ちょっとすんなり連れてくるみたいなことできなかったんで、今日はここまでにしましょう。あんな感じで、あそこ多分あんな感じのボス NPC みたいなの多分どんどん分かんない。彼ら連れてきたら間違いねえんじゃねえかな。よし、というわけで今日はここまでにいたしましょう。あ、そうか、ミニマップ消えないんだったね。そうだね。さあ、長時間のご視聴ありがとうございました。次回の放送もよろしければご視聴の方をお願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。皆さんら、お疲れ様です。